登場果女、イガトキンソウソリバアンセムイホリアは、菊科の小さな植物。果女が栗のイガのような姿をしている。別名に、シマトキンソウ、タカサゴトキンソウがある。地面を這う一年生の草本。細い茎は地表を這って伸び、所々から根を下ろし、そこから立ち上がる葉を束に出し、タカサゴから10センチメートルになる。葉は2から3回以上に深く裂ける。 最先端の列片は幅1ミリメートルほど。全体にまばらに長く柔らかい毛が生えている。柿は春。頭花は地面に接してつき、その基部からは根が出ることが多い。頭花には柄がなくて、茎の上に直接につき、径は5から1 1トル、黄緑色。全体を包む双方は、膜上、ほぼ一列に並ぶ。その外側に数個の葉があり。 その基部が広がって、双方を包むようになっている。小花は二系あり、外側に目花、内側に両生花がある。両生花は八から十二個で、ラッパ状の花冠があり、その先端は三つに裂ける。この花は種子をつけない。外側には多数の目花があり、こちらには果敢はない。果中だけが突き出して、その基部には多数の毛がある。種子では、 家中が長いくちばしとなる。痩せかは、長さ2ミリメートル、その外側にはコルク状の翼が発達し、これが果実の隙間を埋める。その結果、そうやって埋められた面からくちばしだけが突き出した姿となる。世界の熱帯域に広く分布し、原産は南アメリカとされる。日本では1910年に長崎で見つかり、長田では 和歌山県から九州にかけて地域によっては都市で雑草化しているとしている。2003年時点では近畿遺の本州から九州に記録されているとのこと。天見大島、入表島は第二次世界大戦後に帰化した。トキンソウとは姿形も似ていない。同族ではメリケントキンソウソリバサシリスが国内で発見されている。茎や葉の様子は マメカミツレカチュラオーストラリスにも似ている。以下、主として、ガ田、P33 以下、ブーフーアンドペンシミズ編、P221 ボファード,アンドペンシミズ編、P221。ありがとうございます。